今日はブルーノートの話、昨日に引き続きですね、もう一つちょっと面白い話がありますね。昨日はメジャーブルーノートスケールとそれからマイナーブルーノートスケールの話をしました。メジャーはちょっと明るい表記な感じ、でマイナーの方はちょっと暗い、クールで暗いね。実はこれですね、メジャーのブルーノートスケールはメジャーにしか使えないんです。もしマイナーに使うとちょっとしんどいかな、ちょっと音がね不協和音出ちゃうね。マイナーのコードにはマイナーのブルーノートスケール、一つだけでも面白い法則があって、マイナーのブルーノートスケール、マイナーのブルーノートスケールは不思議なことにメジャーの、メジャーというかね、蝶々のコードですね、乗っけることができるんですね。マイナーのコードにはメジャーのブルーノートスケールは乗っかりにくいというか、あんまり乗っけないですね。乗っからないんですね。だから、早い話を求めると、マイナーのブルーノートスケールは、蝶々のコードにも単調のコードにも乗っけることができます。マイナーのブルーノートスケール、メジャーのブルーノートスケールは、蝶々のコードですね。メジャーのコード、蝶々のコードにしか乗っけることができないと。ですね。これを、覚えておいてもらったらいいと思います。ね、今日は、ブルーノートの使い方のもう少しちょっとね、奥深いところをお話ししました。